学ばさせていただきまして、やっぱり今日の中でしてみた傾聴っていう、まあ、人がずっと話して、僕はその話さないんですけども、話していただいてそれをずっと聞いていく、でずっとそれを話していただくっていうことが今までは日常生活の中であまり僕はなかったので、これを用いて家族とか周りの知ってる人とかにこれをしてみて、そうですね、ちょっと、まあ、その人に僕もなんかもっと深いつながりをしてみたいんですね、うん、それはい、それでもっと、うん、やっぱり終わりにやっぱり笑って楽しくなっても二人も仲良くなってとか、まあ、そういう感じに、はい、していきたいと思います。本当に、はい、これを今日書いたのでやってみたいと思います。まさに顔が変わった、うん、全然変わった、すごい嬉しいです。あ、こちらこそ全然使える。